FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデイ FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデイ、こんにちは、クロス人のシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国を、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテイメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問はシン君、お寿司は縁側が、好きって聞いたけど僕も好き、一緒に食べに行こう。いいよ、いつでも縁側一緒に食べに行きましょう。寿司はいつ食べても最高だよね。実は今日のレコーディングの前にも寿司を食べてきました。シンくんにメッセージください。メールアドレスはシン @fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。そうですね、ブログ見ながらいつも力たくさんもらってますので、皆さんたくさんたくさん書いてもらえるとすごく嬉しいです。さて、オープニングナンバーいきましょう。オープニングナンバーはこの曲です。 EXO TEMPO。 お送りしたのは EXO TEMPO でした。クロスチンのシンくんがお送りしている FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューズデイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームみっちゃん、シンくんこんばんは。こんばんは。私は今までシンが載ってる雑誌とかで、読者プレゼントに応募しても当たったことがありません。あまりにも自分の、くじ運のなさに、惨めになります。しんくんは今まで、何かに応募したりして当たったことがありますか？くじ運はいい方ですか？しんくん愛してるよ。いやでもね、そうかな、これ運って言うのかね。僕もあのこういう、まあ、運がないって言ったらない方かなと思うのが、なんかやっぱ学生時代に、そう、くじで、なんか当番とか決めるのがあったんです。なんか、掃除当番とか。最初にやる人とかの時、誰がやるつって、じゃあこの人からくじで決めようってか。そういうのよく、当たってたんですよね。だから、こういうことだったら僕も運もない人だと思うんですけど、でも、なんて言うんだろう。僕のこれ個人的な考えですよ、皆さん。個人的な考えですけど、人生に、みんなそれぞれ100っていう運のパーセンテージがあるとして、まあ、自分が当たるとすごくいい人もいれば、当たらない人もいるんじゃないですか。でも、みんな平等に運を持っていて、こういう読者プレゼントとかもらえない方は違うところで自分の運をもっと大きくもらえるかもしれないってことですよ。だから、なんか、そういう落ち込まなくてもいいんじゃないかなと僕は思いますよ。僕が持ってる運もそうだし、みっちゃんが持ってる運も、世の中にいる人みんな生まれてきた運は一緒だと僕は信じています。それをどう考えるかによって結果はまたもっと違うようになると思うんですけどね。はい。でも僕は、まあ、当たったことはあります。宝くじで、スクラッチ宝くじで、100円、韓国の1000ウォン当たったことがよくあります。はい。3000円ぐらい買ったのにね。でも、それだけでもすごく嬉しかったですよ。何か当たったねって。だから、なんかそういうことを、一つ一つ意味を持ってると、自分がすごく大変な時もあるじゃないですか。だから、そういうのはちょっともうちょっと軽く、これを、考える自分の思いのことをもうちょっと考えたら、いいんじゃないかなと、僕は思います。はい。大丈夫です。多分これからもっといいラッキーが来ると僕は思いますよ。次、ラジオネームリカさん、シンくんに質問です。ほう、犬と猫以外で飼ってみたいペットいますか？ほう、短くて強烈な。はい、そうですね、僕はミーアキャットとか豚飼いたいなと思います。
なんかミアキャットは最近韓国で飼ってる人がすごく多いっていうのをネットで見たんですけど、これは本当にどうですかね。まず野生動物なんで自然で生きるのがすごくいいなと思いますけど、やっぱ生きているうちに誰かが育たなきゃいけないんだったら僕が大切に育てもいいんじゃないかなともう思う時もあるし、豚はすごく頭もいいし清潔ですって、意外とだから最近飼ってる人が多いんですよ。なんか教わりもできるし、まあとにかくでも今の子たちをやっぱ大切にしたいなっていう感じかな、今のところは。僕はこの子たちを会った時にこの子たちが本当に真に会ってよかったなって思ってたらいいなと思う気持ちで頑張って育てるので、育てるっていうか一緒に僕を支えてくれたり、僕もあの子たちを支えたりしてるからね、いいパートナーですよね。はい、リカさんは質問短いんですけど、どういうのが好きなんですかね。メッセージありがとうございました。次、ラジオネームみさきさん、11月ミュージカル初めてしんくんを、見てからすごく好きです。ラジオこれから毎週聞きます。ありがとうございます。これからもたくさん聞いてください。こうやってメッセージもいつもありがとうございます。次、ラジオネームちーまめ、しんくんあんにょんあんにょん、私は今ケーキ屋さんでアルバイトをしてます。ふう、でもミスばっかりしてしまい、いつも店長に怒られて泣いてばっかりです。そんな私の疲れを、癒してくれるのがしんくんです。ふう、しんくんを見るとすごく一生懸命で私も頑張ろうってなります。いつもしんくんのラジオを聞いたり音楽を聞いたりして元気をもらっています。本当にありがとうございます。これからもしんくん応援し続けます。しんくん大好き。いやーすごい、でもね、ミスばっかりするのは僕も一緒ですよ。人だからミスしてそこから成長を得る、それが人間だと僕は思います。僕もドラマ撮影の時にうまくいく日がある時もあるし、セリフを噛んで、あ、噛んだ、ちゃんとやろうって言っても噛んで、なんかなかなかうまくいかない日もあります。その中でそういう回数を自分の中は減らそう、そういう次はもうちょっとそういうのがないように頑張ろうとか、今の自分の、人たちが見る今の自分のことより未来を、他人が僕のことを見てどう思うかが大事だと思います。だから今のミスとか、怒られたから泣いたりとかしないでください。僕がずっと応援します。一緒に頑張りましょう。僕も成長して、ちまめさんも成長して、一緒に笑顔でまた頑張りましょうね。はい、そしてしんくんも、ちまめさんがもうちょっと頑張れるように、いい音楽とかいい作品で頑張ります。ラジオも頑張りますね。メッセージありがとうございます。しんくんにメッセージまだまだください。しん@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 クロスしんからお知らせです。4作マイバケットリスト、明日1月23日から29日までセヨンフォートシネマ朗読劇最当てリストランテ、2月1日から6日までもうすぐですね。そしてまたセヨンさんデビューメイクライドライブヘッカー出演決定、3月1日から10日まで。いやー、クロスチンのメンバー日本で頑張って活動しますね。皆さんたくさん応援よろしくお願いします。そしてしんくん、ドラマヒップホップを撮影中でおります。どういう作品になるんですかね。ふう、また2019年役者としてのしんくんも応援よろしくお願いします。じゃあ次の曲いきましょう。クロスチンでディストピア。お送りしたのはクロスチンでディストピアでした。シンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。
ここではしんくんが韓国を教えちゃいます。今回は韓国のえっとを教えます。韓国ではえっとを覚えるときに、えっとの漢字を音読みにして覚えます。まあ、チャチュインミョジンサオミシンニュスルヘ、こういうなんかアニメもあったぐらい、これなんか遊びみたいにこう覚えてたんですけど、日本はね、牛、トラ、ウー、タツ、ミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌ、イーですって。いやー、韓国はエトの動物をそれぞれ T をつけて言います。ネズミ、チティ、チティで、牛だとソティ、ソティ、トラ、ホランイティ、ホランイティ、ウサギ、トキティ、うちのお母さんトキティ、タツ、リュウ、ヨンティ、ヨンティ、ヘビ、ペンティ、ペンティ、ウマ、マエルティ、マエルティ、ヒツジ、シンクン、あ、違う、ヤンティ、ヤンティ、サルはワンスギティ、ワンスギティ、犬サルロマンスを思い出しますね。トリ、タッティ、タッティ、犬、うちのお父さん、ケッティ、ケッティ、ブタ、デジティ、デジティ。日本だと、ブタじゃなくて、イノシシらしいんですよね。それもまた一つの面白い違さじゃないんですかね。僕は、インドネシアジャングルの法則という番組見たときに、イノシシを食べました。それだけ言いたかっただけです。もう一回、上から下まで行きましょう。チーティ。チーティは何？ネズミ。ソティ。牛。ホランイティ。トラ。トキティ。ウサギ。ヨンティ。タツ。ペンティ。ヘビ。マルティ。ウマ。ヤンティ。シンくん、違う。羊。ワンスギティ。サル。タクティ。トリ。ケッティ。犬。デジティ。ブタ。イノシシ。ね。ということで、今日は絵と勉強してみました。次の曲行きましょう。アイズワン、ラビアンローズ。お送りしたのはアイズワン、ラビアンローズでした。シンクのチンパニー。新しい未来へと。ここでは僕が体験したり、わがままインタビューしたりします。今回は2019年の、僕のスケジュールをこのスケジュール帳に書いてプレゼントをします。まずは、僕の誕生日を書かないと。かわいいよね。このプレゼントをするものなんですけど、じゃあ2019年だと、あ、落書きできた。10月23日は、新す、バースデーを書きました。そうだね。ハロウィンとかも日本の手帳に書いてるね。すごい。うわぁ。日本の休日、海の日。ほう、父の日。韓国だと父の日、母の日を一緒にして親の日とかにしてるんですよね。子供の日、緑の日。エイプリルフール。おぉ、こういうのも書いてる。すげぇ。まあ、書かなくてもわかると思うんですけど、皆さん。火曜日は、シンくんの夜のチュースデイ。まあ、たくさんは書くより、皆さんがそれを、これをちょっと、もらって、埋めた方が多分いいんですよね。僕は全部書くよりね。そして、まあ、まずは、一番のページには、サインをしときますね。で、ここ、これのどこかに僕の、応援のメッセージを、後ろにちょっと手書きのまたプレゼントなので書いてみましょうかね。なんかスケジュール表なんか僕が全部書いても僕のスケジュールじゃなくてこれもらう方のスケジュールだからね。これはまたもらった時の楽しみなんで
内容は言いませんね。はい、メッセージ、秘密メッセージまで、そしてしんくんの誕生日書きました。はい、これをプレゼントしたいと思います。すごく、可愛い手帳です。多分この2020年の2月まで、あ、3月まで入ってるので、皆さんが多分これから自分が何したか、何をするのかとか予定とか書くのにすごくいいと思います。僕がそしてサインと手書きのメッセージも書いたんで、ぜひ、応募してください。何を応募するかっていうと、今回もまたミッションがあります。何にしようかな。寒いよね最近。こういう寒い時に自分の心を温めてくれたエピソードがあったら教えてください。自分の心を温めてくれた人への手紙もいいし、そういう感謝のエピソードでもいいし、それかこのラジオを聞いている方に一緒に聞かせたいエピソードがあったら僕に応募してください。その応募してくれた方の一名にこのスケジュール帳を渡します。 FM 横浜 EK Radio、 クロスジンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチューステイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シン@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のマサルくんに僕から質問します。マサルくんの心が一番温かかったことはいつですか、教えてください。それでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。シンくんの心が一番温かい時は君と一緒にいるこの時間だ。 FM 横浜 AK Radio、 シンくんの夜の中ステイ、クロスジンのシンでした。バイバイセニョリッター。